でうどんを食べていきます、うん、どこで食べても美味しいんだよ。本当？うん、食べてみるか。うん、どう？あ、ここも3時までだった。いいね、安いね。どうしようかな。ありがとうございます。こういうトッピングが楽しいんだよね。わかめもある。ね、いいね。入れよ。いただきます。コショウが270円に思えない、こんなにトッピングしたら。これから66番札所のルンペン寺というところに行きます、うん、はい。ここがおそらく最後の難関。うん、そうだね。うん、ロープウェイで行くっていう方法もあるんですけど、うん、車でも行けるみたいなので車でチャレンジしてみたいと思います。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。ルンペン寺は実は香川県じゃないんだよね。あ、そうだったね、地図見たら。そうそうそう、徳島県。そうそう、でも香川県が近いから。うん、そういうことなの。そうそうそう、ルンペン寺です。本当に徳島県にあるね。そうそうそう、で道がねすごい狭いみたいな、うん、そう、深くのされていた。うん、香川県から2パターンルートがあるんだけど、うん、左と右って分けたら、うん、右側から行くルートが本当に舗装されてない山道みたいで、そうそう、 Google マップとか見たらなんか、うん、そうかと思った。ね、今8号線、うん、で行こうとしてるの。そうそうそう、途中まで。ベンジー、雲のあたりって書くんだ。そう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 、はい。最近腰の調子はどうですか？そうだね、もうだいぶ良くなったかな。良かった、うん、前まで歩くのもなんか気持ちなかったけど。そうだよね、まあ、長時間やっぱり編集とかで座ってると腰痛くなってくるね。うんうん、だからすぐ立つようにしてるよね。立って動いて、うん、そうそうそう、大事にしよう腰。大事にしよう、本当に大事なんだね、うん、腰って。もう雪怪しい、怪しくなってきたね。うん、で多分左に曲がったらロープウェイの道なんですかね。あ、そうだね、書いてある。
66番運転寺。あー、ここがロープウェイ乗り場か。あー、トキは水止まってるんだ。雪がたぬきの顔してる。本当。まずは本堂でお参りをします。お線香3本に火をつけます。で、札を入れて、そしたら般若心経を唱えます。続いて大師堂でも同じ作法を繰り返します。仏説摩訶般若波羅蜜多心経。最後に農協所で農協いただきます。農協でいただきました。素敵。うん、飲んでます。うん、これで66箇所目が回り終わりました。無事に来たね。うん、下りもちょっと怖いけど最後まで気を抜かずによろしくお願いします。お願いします。ここまで戻ってこれました。うん、出たら香川県に。え、戻ってきました。あれ、香川はあった。あったね。そうなんです。よかった、無事に観音寺市に。うん、いいね。うん。今日はトマトクリームパスタにします。だでも香川来て小麦ばっかり取ってるから確かに。うん、春雨足してちょっとヘルシーにするね。5分ちょうどだった。パスタも春雨も。ちょっとだけケチャップ。これでトマトクリームになるかな。完全創作オリジナルのパスタできました。うん、ありがとう。よし、いただきます。いただきます。わからないね、今のに混ざってるね。うん、おいいかも。これからヘルシーで。そうだね、香川では小麦粉しか取らないから。確かに、グルテンフリーで。うん、トマトクリームパスタ美味しい。あ、ほんと。うん、いただきます。どうぞ。うん、本当よかった。麺の食感とカロリーにもちもち感が新しいね。いいね、何でもあるね、うちこれは合うわ。うん、お接待でもらったデコポンが美味しすぎる。うん、甘い。よかった、愛媛。うん、やみかん好きになった、すごく色々ね。よかったね。うん、編集してたらこんな時間になっちゃった。寝ます。お願いします。はい、お願いします。いい天気だね。うん、よかった、晴れて。67番大工事。森の中にあるんだね、外から見えない。この木すごいね。本殿は工事中だってね。すごい。
ごい酒造開き会あ並んでるよ何があるの気になるえすごい、うん、なんか香川は縁起のいい地名が多いねそうだよね観音寺市とか善通寺市とか、うん、さっきの酒造開きは予約制だったあそうだったそうこの時期にね香川の酒造サンクラが酒造開きっていうのをするみたいあそうなんだ面白いへえーここは重要文化財の門なんだね70番元山寺金届く？高いねすごい五重の塔じゃあうどん屋さんへ行こう。うん、行きます。もう朝ごはんみたいなもんだね、うどんは。ね、毎日楽しい。そうそう。うどんが。お昼何しようって考えなくてもいいんだよね。そうそうそう。とりあえずうどんあったらうどん。うん。狭いね。どこだろう。あ、うどん屋さんあった。駐車場書いてあるよ。どこだろう。現在地と。あ、そうだね。うん。ありがとう。うん、すごいしんくん冷やしは腰感じれそうだね。うん。割と細麺だね。そうだね。おお。おお。美味しい。腰ある？めっちゃ腰ある。生姜が効いてるし。あ、そうなんだ。これがね、結構美味しいって、ここでは出しないかもしれない、うん、いただきます、うん、スープいりこだし、美味しい、うん、うん、美味しい、うん、出汁がめっちゃ美味しい、あ、本当、うん、うん、サクサク、うん、隣同士なんだね。そうそうそう。観光地になってるみたいだよね、この辺。あ、そうなんだ。うん。結構綺麗だよね。うん。砂絵があるんだって。おー、見てみたいね。68番、神明。69番、観音寺。2つのお寺が同じフロアにあるみたい。フロア同じ敷地内にあるみたい。フロアだけどさ、消えたりしないのかな、砂に。あ、確かに。これだ。すごいね。すごい。不思議な空間。あ、ポイント。なんかボタンを押すと説明してくれるって。いい？普通のにしよう。全体に広がる紺碧の海は、瀬戸内海国立公園の風致などで、眼下に見えます巨大な砂絵は、寛永通宝の銭形で、1633年に讃岐の藩主、生駒高利公を歓迎するため、村人たちが一夜にして作り上げたと言われています。毎年、春と秋に数百人のボランティアによって、その形を整えています。この砂絵を見れば健康で長生きし、お金に不自由しないと言い伝えられており、夜はまた
この琴引山の中腹には四国八十八ヶ所霊場第68番札所神明院と第69番札所観音寺がある四国霊場の中では唯一の一時二霊場となっています。目の前の島は伊吹島で、入り子の島で有名です。今から善通寺市に向かって、うどん屋さんはしごです。割り切れちゃったんだ。メリービスケット。あ、ミレーがある。すごいね。グラムで買えるんだ。え、安い安い。うん。通常弘法大師様がご誕生された場所。あ、そうなんだ。今年が1250年。すごいね、賑わってるね。うん。74番、高山寺。73番、出社火事。ほんで至る所にうどん屋さんだね。うん、今日は7カ所を遍路してうどん屋さん2カ所行って、もう温泉に行きます。行きます。仲間いっぱい、仲間いっぱい、気持ちもいっぱい。うん、ここは丸亀市。うん、丸亀市。うん、見てたら丸亀市におこしか、そうそう、こういう小のメートルのところは残ってないらしくて、そうだったんだ。残念。それはショックだな。うん、定休日とかはさ、よく当たったけど、閉店パターン初めてだったね。そうだね。うん、温泉難民になりました。今日はじゃあ快活のシャワーを浴びようかな。そこにあったね。うん、たまたまなんか見つけちゃったね。お風呂入らないでお遍路さんはできないでしょ。この建物すごいね。ゴールドタワーって名前らしいよ。本当にゴールドだ。ここが道の駅で、奥が海です。最近海辺の道の駅がお気に入りだね。橋見える？橋見えたね。うん、綺麗。